エルジェル2021サマースプリットウィーク1ゲーム3 V3 スポーツ VS デトネーションフォーカスミーの試合の模様をお送りいたします。改めまして実況の家川です。解説にはリクルーツさんです。よろしくお願いします。さあ本日初戦となるのは V3 スポーツ、そしてデトネーションフォーカスミーは本日2戦目となりますが、まずこちらリクルーツさん、どの点注目しますか？まあ、そうですね、まずは1戦目でデトネーションフォーカスミー、まあ、今シーズン初の試合だったんですけど、まあ、予想は、まあ、裏切るというか、まあ、誰も予想しなかった展開で負けてしまったっていうところもありました。はい、まあ、アリア選手にそのサポート系のチャンピオンをピックさせて、まあ、チーム全体を底上げしていくような戦術を一つ狙ったんですけど、そこがうまくいかずに、まあ、2戦目どういった修正を加えてくるのかっていうのが非常に楽しみ。一方で V3 スポーツとしては結構メタが、まあ、彼らにかなり寄ってきているなという印象はあるんですよね。その国国選手もエース選手もチャンピオンプールが広い、はい、なおかつエース選手は瀬戸だったりガリオだったりっていうようなユーティリティ系のチャンピオンから明治アサシンまで幅広く使えるので、そこのチャンピオンプールをどう生かしてくるのかっていうのが非常に注目になっていると思いますね。なるほど。さあそれではゲーム3のスターター紹介を行っていきたいと思います。まずは V3 スポーツのスターターです。トップ国国、ジャングル無人、ミッドエース、 AD キャリーハロー、サポートライナとなっております。続きましてデトネーションフォーカスミーのスターターです。トップエビ、ジャングルスティール、ミッドアリア、エディキャリーユタポン、サポートゲンとなっております。それではゲーム3の両チームの注目選手は、V3 スポーツからはエース、デトネーションフォーカスミーからはアリアということで、両チームのミッドレーナーが注目ですか？まあ、このスタッツを見ても明らかなんですけど、はい、本当にそのゲーム全体に関わっていくチームメンバーに寄り添っていくプレーが得意なのがエース選手、もうレーンから集団戦まで圧倒的なパワープレーを見せつけるのがアリア選手というような対比になってますね。ただ、まあ、前回の直接対決、スプリングの決勝では、はい、そこのソロレーンの、まずは、まあ、レーンでの CS 差、あとはゴールド差っていうところがそのまま試合に直結したっていうところもあったので、やっぱりエース選手としてはイーブンで抑えて、ゲーム全体に影響力を出していきたいっていうのがまずは狙いになってくると思いますね。まあ、ですからこの両チームのミッドレーナーが自分の得意なプレーをできるかどうか、した方がかなり優勢になってくるんじゃないかってことですよね。そうですね、特にエース選手は非常に得意としているガリオなんかも、このメタだと率先して出していくことができるような状況でもありますからね。どうなんですか、そんな中でそのデトネーションフォーカスミーは1戦目、本日の初戦でしたけれども、アリア選手にこうルールサポート系のチャンピオンを使わせたというような選択だったわけですが、今回に至っては結構こう強気なピック 1V1 で勝っていくピックっていう風になってくるんですかね。まあ、V3 に対して勝つことだけを考えるなら、その可能性が一番高い。ただ今後そのジェダネーションフォーカスミーがこのメタに対しての完成度を高めていくっていうことを考えたときに、まあ、ルビアカルマをもう一度試して、ちょっとジャングラのピックを変えていく可能性はありますけど、もう一度同じような構成を試してくるっていうのは十分あり得ると思いますね。手札の多さ、カードの多さっていうところがこうデトネーションフォーカスに、まあ、今後戦っていく上で重要なんじゃないかと。そうですよね。まあ、特に先ほどちょっとボリベアっていうことで、そこまでこうルールと組み合わせてもそのスケールするようなチャンピオンっていうところはほとんど多かったので、まあ、一番はやはり新庄が欲しいんですけど、はい、まあ、ノクターンであったりとかビエゴ、ヘカリムみたいなチャンピオンと組み合わせてくるっていう可能性がまあかなり高いんじゃないかなというふうに思いますね。さあそしてその1点こう先ほどのデトネーションフォーカスミー戦を見ているとですね、やはりその MSI にこう出場してちょっと準備期間が短いというのは影響しているような気もしたんですけど、いかがなんでしょう。まあ、影響は少なからずあると思いますね。他のチームはその MSI 期間中準備をすることができたわけですから、まあ、1ヶ月分空きがあるわけですからね。さあその短い準備期間の中でこの V3 戦にはどのような戦略を持ってきたか、対する V3 スポーツとしてはデトネーションフォーカスミーに2連敗をさせるとなるとかなり大波乱の幕開けとなりますからね。そうですね、順位にも大きく影響すると思いますからね。さあドラフトスタートしております。ブルーサイドデトネーションフォーカスミー、レッドサイドは V3 スポーツ、サイド選択権は V3 スポーツが所有しており、レッドサイドの選択になりました。これは OP チャンピオン結構多いので、はい、まあ、かなり空くだろうと。
特にエース選手のガリオなんかのターゲットバンなんていうのも予想される中で、そういったチャンピオンを開けさせて1体相手に渡して2体取るっていうところを考えているそうですね。さあそんな中、デトネーションフォーカス B は瀬戸、ルル、カリスタと番をしてきています。 V3 スポーツはアカリ、カルマ、そしてもう1チャンピオンどうしますかね。今のところはグウェインであったり、はい、ピエゴ、リーシン、そういったところが空いてますが、まあ、やはりフルオープンにしてそういったところを分け合っていこうというような選択になりましたね。サーブ V3 スポーツのサードバンはレネクトン、デトネーションフォーカスにファーストキックはノクターンからノクターンからですか、ね、まあ、エビ選手とスティール選手の間でのフレックス、うん、さらにアリア選手も使えると3レーンのフレックスになりますね。まあ、このノクターンも非常にこのパッチ 11.12、 11.11、このサマーシーズンにおいて評価の高い、チャンピオンになりますが、まずはそこから取ってきたのはデトネーションフォーカスに。さあそして V3 e スポーツ、おースレッシュ抑えますか。まあ、これとジンクスを組み合わせて、はい、まあ、2v2 のところからも強いですし、集団戦でもジンクスの動きを底上げできるっていうところを狙っていく、うん、まあ、なんていうか構成の幅を広げるピックですか。そうですね、まあ、ただここでジンクスとソノに取らずに、うん、まあ、ソロレーンのところで OP チャンピオンであるグウェンであったりリーシンであったりといったところを取っていくっていうところも十分考えられますけどね。さあどうするか V3 スポーツ、あとビエコもありますか。かなりその協力とされているチャンピオンはオープンの中でリーシン、確かにリーシンも空いてますね。グウェンダとレーンが固定されてしまうのでより、多くのレーンを抑えられるリーシンの選択になりましたね。さあこのリーシン最近ではレーンに出ることが多いわけですけれども、ただジャングルの起用も少しずつ増えてきましたね、本当にそのフレックス性を生かしたピックになってますね。あ、そしてノクタンランブル徹底的にダイブする構成選びましたね。さあランブルロックイン、まあ、これで一つこのノクターンが、まあ、レーンに出てきそうだなという読みはできますよね。できますね。そしてこれボットレーンを2つとも隠す選択しますかね、うん、このままレーンで強いチャンピオン3体を抑えてダイブ系の構成っていうのもあるんですけど、一旦はエズリアルを抑えて、まあ、ボットレーン何をピックしてもいいっていうところを優先しましたね。お、そして V3 スポーツアジール、おバイ、確かに、今朝 LCS でピックされましたけど、はい、ただここ安定ピックになりますか。ただこれランを抑えるとなるとリーシンの行方がかなりジャングルっぽくは見えますよね、まあ、もしかミッド、まあ、ミッド、うん、またここは自信のあるピックというところでな抑えてきましたね。トップレーンのピックからいきました。ただなに関しても立て続けにナーフを受けているので、はい、まあ、前世紀ほどのパワーがないのと、あとノクターンに対してはそこまでいいピックではないっていうところがちょっとどう影響するかですね。やはりこうミニナーの時に仕掛けられると脆いチャンピオンですからね。そういったあたりを突くことができるピックでもありますし、まあ、あとは、はい、あ、ここからスカンドボヘイズに移っていくわけなんですけど、うん、まあ、スレッシュと相性のいいチャンピオン、さらにはエズリアルに、カウンターが取れるということでバルスト、あとはジンクスの番っていうところを徹底していくと思いますね。逆にレオナの番が、まあ、スレッシュだとレオナに対して強く渡れるんですけど、やっぱりゲン選手のレオナを取られたくないっていうのと、はい、構成との相性がいいので警戒して番しましたね。あ、リスターまで消してくるとなると、うん、やはりそのゲンのエンゲージっていうところをかなり警戒しているようですね。警戒してますね。ただラカンをバンしなかったというのが、まあ、気になるポイントですよね。ゲン選手といえばやはりラカンのエンゲージっていうのは非常に強力ですし、はい、あ、こういったダイブ構成には非常に相性がいいチャンピオンですからね。ちょっとフロント役を張られるのを嫌いましたかだと思いますね。あ、ルブラン、確かにエースの得意チャンピオンではありますが、ルブラン、ジンクスであればいいということですか。ボットレーンスレッシュも取れてますからね。 V3 スポーツとしてはこれジンクス取っても問題ないわけですよね。結構そのエズリアルに対してジンクスを当ててっていうところがカウンターとして、機能しているシーンはいくつか見られた。特に LCK なんかでは、まあ、ジンクス、まあ、その時はタムケンジだったんですけど、はい、エズリアルに対してジンクスタムケンジやってた時に勝率が確か8勝1敗とか、それだけの結果を残していたのでジンクスいくかなと思ったんですけど、 11.12 だとアフェリオス、アフェリオスなんですね。この枠ジンクスではなくてアフェリオス、か
かなりバフ。どうなんですかこれ、変更入ったアフェリオスですけど。今のところはそこまでピック数多くないかなという印象があるんですけど、ただそれでも、ハロ選手は強いというふうに判断してるんですね。さあデトネーションフォーカスミーはツイステッドフェイトを置いてきました。おー、 V3 スポーツ相手にマップ全体を使っていく作戦にしてきましたか、はい。かなりこの時点で集団戦が V3 スポーツ強いので、真っ向から戦うっていうよりもサイド、1対1のような形を作ってサイドレーンから作っていくような、そういったイメージも持ってそうですね。これちょっと面白いですね。デトネーションフォーカスミーの方がなんか V3 スポーツがやりそうな構成を取ってるというか、逆に V3 スポーツはデトネーションフォーカスミーがやりそうな構成を取ってますよね、はい。さあラストピックはブラウムということで、強力なエンゲージに対してのカウンターをここで抑えてきたと。あとはどうしますかね。ここリーシンをミッドに置くのかジャングルに置くのかっていうところが選択できますが、ツイセットフェイトがミッドであればオリアナでも十分対抗可能だろうということで、オリアナを置いてもう徹底的に集団戦の形取っていきそうですね。さあオリアナで決まっていきそうです。ロックイン、かなり分かりやすい構成とは言えそうですかね。そうですね、 V3 スポーツは分かりやすく集団戦、はい、5対5をしっかりと狙っていく形ですね。一方でデネーションフォーカスミーは1対1サイドレーンのコントロールを狙っていく、特に人数差をつけることに非常に長けた構成ですからね。ノックターン、ツイステッドフェイド、グローバルアルティメットが多数ありますから、そこをしっかりと使っていく必要がありますね。逆にそこが使えないと AOE ダメージに圧倒的な差があるので、はい、正面からの5対5っていうのはゴールド差がない限りは狙いたくない、そういった形になってますね。ですから、デトネーションフォーカスミーとしては立て続けにエンゲージ、サイドレーンへのロームガンクであったりっていうところを行っていって、ゴールド有利どれぐらいまでつけるのが理想ですか。3000から5000ゴールドっていうところを常に作り続けるっていうのが理想ですよね。15分から20分あたりから結構集団戦を V3 スポーツとしては狙っていくことができるような装備状況になると思うので、そこまでにはしっかりと差をつけていきたい、そういった形にはなってますね。V3 スポーツからすれば、その差をつけられなければ、そのままの推移でこうイーブン状態を保ったままゲームを展開できれば、おのずと優勢になっていくと。そうですね、ただ、安心はできないです。やっぱりその集団戦が狙えないと構成の強さを発揮できないので、特にオリアナはサイドレーンに出られない、チャンピオンの代表格ですし、はい、そういった形で、サイドレーン出れない状況を疲れると集団戦をできないままずるずると負けてしまう、そういったことも予想されますからね。気は抜けないですけど、ただ、レードゲーム強いのは間違いなく V3 スポーツであるということにはなっていると思いますね。さあ改めて構成の方を確認していきましょう。このようになっておりますが、エビ選手とアリア選手がどれだけ V3 スポーツを振り回せるかですよね、はい。彼らのグローバルアルティメットでキルを取っていかないとゴールド差を生み出せないですから、彼らがアルティメットを覚えてからの少数戦、スティール選手も絡めてですか、この上3人のアルティメットからの少数戦というところに注目ですね。ボットレはそうなるとデトネーションフォーカスミーにとっては比較的こう耐えていくというか、そういったレーンになってきますか。そうですね、エズリアルブラームっていうような消極的なレーンにもなってますし、そこまで強くはいかないと思いますね。強くいくときはやはり、トップサイドの3人が絡むときっていうことになりますね。ただその試合前にドラフト入る前にリクルートさんの方から言われてましたけど、デトネーションフォーカスミーはこう戦略の幅の広さっていうところを見せたいんじゃないかということを言われてましたけど、まさにそういったデトネーションフォーカスミーの姿っていうの見えてますよね。そうですね、そのアリア選手の1対1の強さっていうところを押し付けていくんではなくて、マップ全体マクロのコントロールの差を使って有利を作っていこうっていうようなドラフトになってますからね。そしてこういったその狙いが成功するとなると、今後のリーグ展開にも大きく影響を与えてくることになるわけですよね。逆に V3 スポーツとしては、はい、まずはやっぱりやりやすい構成をっていうところを意識したんだと思いますね。さあそれではゲームの準備ができたようなので早速見ていきましょう。サモナーズリフトへようこそ。さあ始まりました LJL2021 サマースプリットウィーク1ゲーム3、 V3 スポーツ VS デトネーションフォーカスミスタートです。ミニの出撃まであと30秒。
さあスティールとエビがこの位置のブッシュを取っていますが、スリースポーツリバーには出ていかないですね。さあプレイヤーのルーンはこのようになっています。最近だともうランブルは、征服者を積むことが多くなってきましたね。本当にその少数戦で勝つことを意識したような選択だったんですね。ミニオンが出撃しました。まあ、ミッドのエースの使うオリアナは今回フェイズラッシュ選択。フェイズラッシュちょっとこうナーフ受けましたけどいかがですか。まあ、やっぱり集団戦でフリーでダメージを出していくっていうことを考えると、まあ、タイミングが TF シセットフェードですし、そこまで辛くもないですから、まあ、フェイズラッシュを選択してより安全にダメージを出していくっていう選択がやはり理想だと思いますね。まあ、これ一つ集団戦意識の表れということなんですね。そうですね。両チームジャングラーのスタート位置はボットサイドからになります。スティールレッドバフリーシを受けてのスタート。さあ無人はリーシをもらわずにボットサイドブルーバフからのスタートになりましたが、ここがどうなんでしょうね。 V3 はやはりこのボットレーンでは有利が取れていけるんじゃないかということで、その有利を確実なものにするための選択ですか。そうですね。リーシをしてしまうとその分だけ電熱を出す遅れますからね。先にウェーブに触れることでそのコントロールウェーブのコントロールをまず取っていこうという V3。 ただこのままの状況でフルクリアをしていくと、はい、おそらくレベル3カニのコントロールのタイミングでトップで勝ち合う。そうなった時にやっぱりノクターン VS ナーのマッチアップのところでノクターンがどうしてもこの低レベル帯で有利を握りやすい、このような形でですよね。そこ指令の強固入って、はい、電のコントロール取れますから、このスカトルのコントロールをフォーカスミがトップサイドで取ることが予想される中で、無人選手がどういった起点の効いたジャングルのルートを選択するのかにちょっと注目して見ていきたいですね。ここまではボットレーンフルクリアで回っています無人。そしてバフ、まあ、ここまではかなり一般的なルート取りですね。そうですね。このレッドバフを取った後にガングとプレッシャーをかけてノクターンを下がらせるのか、ただミッドのところもアリア選手がコントロール取ってますね。取ってますね。プッシュをしている。まあさすがにオリアナもこの時間帯は苦しいということですか。さあスティールが先にバフを借り終えて相手のジャングルへ入っていきますか。ちょっとルートの確認ですね。ワードを置きながらラプターをやってないことを確認してる。そしてレッドバフがないとなると、まあクルーグの近辺にいるだろうという予測が立ちますよね。無人この動きはワードで見えてはいるんですが、やはりちょっとこのタイミングエビがプッシュしていることもあって前には出れないか。さあエビとスティールでトップレーンへ動いていく。アリアムを寄せながら、しかし無人のカバーが間に合います。ここは無人選手がギリギリまでスティール選手の視界に映らないようにカバーの位置を取り続けたことによってトップのダイブカバーできましたね。これは非常に素晴らしい動きですね。これによってアリアとしてはロームを行っていたので、少しエースがウェーブのコントロール取り返しましたね。これ非常に素晴らしい。全体の状況を判断してよくルート切り替えましたよね。まあ、先見てトップガンクまで無人選手としては狙っていたと思うんですけど、やっぱりこのミッドレーンのコントロールが取れていない、なおかつ T シャツフェードが先に動いている状況を判断して冷静にカバーに切り替えていった、うん、しかも相手がダイブをギリギリまで決行できるような状況を作ってですよね。スティールは相手のトップサイド入っていて、ラフターのスティールこそ行うことはできました。ただボットのリフトスカトルはこのボットレーンのレーン状況を考えると無人が取れそうです。スティール選手としてはかなり無駄な時間をトップレーンで使わされてしまいましたから、結果として、このトップの2キャンプ狩る時間を少し遅れてしまっている、無人選手はほとんどロスなくそのままボットサイド入っていって、そのままグロンプのコントロールへと移れているので、結構総合的に見ていくと無人選手の方が得をしたような形にはなってますね。ただ継続してここ来られるのはちょっと予想しづらいですよ。広告メガナー状態、これが切れたタイミングで狙うか。スティールトップレーンタワーダイブした。コグコグがメガナー状態で前に出ていきます。スタン入れて、そしてウェーブのクリアに成功。さあただこのミニナー状態は少しリスクがあるか。いや通常だとスティール選手はボットのキャンプを勝っているタイミングですからね。ただワードには映ってない。いやーウェーブを押し込んだエビ、合わせてスティールが後ろから姿を出していく。広告どうするか、判断は囲まれる。スピットファイヤー焼いていく、それこれはそのままファーストブラッド。スティール取っていきます。エビがタワーのダメージを受け持ってフラッシュアウト成功です。そうなんですよ、ここワードを展開していて映ってないので、まだトップサイドにいるんじゃないかっていうところを広告選手も警戒してギリギリまでこうウェーブを押し付けられないようにっていうところを狙ってはいたんですけど、
我慢比べでフォーカスミーが勝ちましたね、はい、ただまあ、あの押し付けられるウェーブをクリアしに行かないとそれはそれで損をしてしまう形になりますからね。そうなんですよね、難しい判断ではありましたが、ここはそうですね、フォーカスミーが、はい、上回ったところで上回りましたね。さあ無人は、まあ、トップレーンへのタワーダイブを受けてボットサイド相手のジャングル内に入っていく動きを見せています。継続してボットの 2v2 のところでリーが取れているのでカウンタージャングルラプターに対しては成功しましたがそのワンキャンプのみになりそうですか。まあ、大きな有利とは言えないですね。ドレイクまで借り切れればフリースイーとしても悪くないだろうということで、あそこのチェックするところを狩りに行くような狙いでしたか。しかしスティール踏み込みませんでした、うん、ちょっとオーシャンドレイクのスローもあるので無理やりには触れないと、うん、ただトップサイドに移ったのを見て触り始めましたね。さあこの切り替えは無人さすがオーシャンドレイクのラッシュの判断。ボットレーンの状況も V3 スポーツ有利。さあオーシャンドレイクは V3 スポーツ獲得になりそうです。ファーストドレイクこれが非常に大きいですね。この後のリフトヘラルド、はい、もうすぐ湧くんですけれどもここに対して V3 スポーツとしては戦いに行く判断をするかどうか。通常だとしないんですよ、うん、やっぱりノクターンに先に1キル取られてしまってますしランブルはその間ファームをしてますからレベルの差が結構つくことが予想される中でトップサイドに無理やり入っていってしまうとオリアナもまだパワースパイク迎えてないですからファイトでかなり負ける可能性が高い。ただ V3 スポーツ選手はちょっとプレッシャーかけるような素振りを見せてますね。ライナーをトップサイドに動かしてますね、まあ、ここ一方的に取られてしまうとそのままトップにリフトヘラルド召喚されてナーがやはりレーンのところで維持できないそのまま崩されてしまうっていうところを予想してちょっとでもプレッシャーをかけたかったということだと思うんですけどやはり厳しそうですね。まあ、ライナがボットレーンに戻る動きを見てスティールすぐに始めますリフトエラルド。さあこれはもうトップレーナーやミッドレーナーを寄せずとも取れそうですか。そのようですね、フリーズ取れる。さあ底知れぬ恐怖からエビが仕掛ける仕掛けるコグコグフラッシュダウン。これ今テレポートもないですからリコールをしてしまうと相当タープレートが削られることが予想されますね。しかも無人選手はボットレーン、はい、カバーも受けられない。一応 A 選手のテレポートはありますがここでミッドレーンに使うとなるとトップレーンにダイブした時にカウンターもない。このままツイセットフェイトとともにトップサイドプレッシャーをかけられるとナーはもうレーニングできないですね、はい、ここで V3 スポーツがボットレーンにダイブのアクションをかけたいんですけどエズリアルブラームなんですよね。いなすのが非常に得意なこの2つのコンビに対していけるかどうかですね。あエビがタワープレートを2枚すでに獲得しています。ゴールドではかなり上回っているか。いやもう行くしかないっていうことで V3 スポーツ仕掛けてますね。さあただトライブッシュのコントロールワードにかかったアリア、そしてスティールが動きを合わせてボットレーン寄っていく。アリアは一旦ミッドレーンの方向へ引き返しました。スティールのカバーは引き続き継続。ハロがこのタイミングでタワープレートを1枚破壊に成功。死の宣告フックは伸ばしましたが弦には当たらず、ここは一旦諦める形。 V3 スポーツエースをミッドレーンに戻しています。ここはトップレーンに対するアクションが、おっとデステに飛ぶところ、見ていて無人ゲート竜の怒りで止めました。いやここは無人選手ファインプレーでしたね。これ問われてしまっていたら、まあ、キルまで持っていかれていた可能性もありましたからね。ブラームなので相当 CC チェーンの秒数長いですからそこにイコライザーでも叱れようものならキルですからね。ここはよくと思いましたよ。これクールダウンにもしっかりアリアのデステに入ってますからね。ちょっとそのサイドレーンのプレッシャーというところもいくらか緩和することできましたか。トップサイドに対するプレッシャーもなかったのでその間コクコク選手としてはフリーでプッシュなおかつスカトルのコントロールまでいけましたからね。これ V3 かなり得しましたね。むしろ非常に素晴らしいワンプレーでした。これでツイステッドファイトからするとアルティメットでサイドに行けないのでこのイグナイトを生かしてのキルっていうところを当然
狙っていくんですけど、A 選手はそれも分かって警戒してますね。ウェブ押し切ってもうかなり手前側で前つ形を取ってましたね。これ A 選手がもう一度、はい、ここツイステッドフィートに対してプッシュのアドバンテージが作れると、アリア選手はアルティメットがないですから歩いて寄るしかないので、ウェーブを犠牲にしなければいけないんですよ。ウェーブを犠牲にするとなると相当ビハインドを背負ってしまう可能性がある、リスクが高いので、フォーカスミーからするとやっぱり動きたくない、うん、これで V3 スポーツは集団戦までの時間を稼げてますね、はい、実際ここまでのグローバルゴールド差は1000ゴールドにも満たないほどの差、この差であれば V3 e スポーツは大丈夫なんですよね。大丈夫ですね。しかもこれリフトヘラルド私はしたものの、はい、あともう少しで時間が来てしまうというところまで来てますからね。さあここまでの各プレイヤーの獲得ゴールドはこのようになっています。 AD キャリーでの差というところを見ると V3 スポーツが上回っている。トップレーンでは逆にデトネーションフォーカスミエビが勝っているというふうに、まあ、なっているわけですが、まあ、ただここからですよね。この時間帯での集団戦を V3 スポーツとしては一番警戒しなければいけない。まだアイテムが揃っていない、なおかつフォーカスミは一番当たりたい時間帯ですから。さらにはこのスティールと無人の間にもゴールド差がありますからね、ここも生かしたいですよね。いやー、エビ選手もパラノイア使いたいということで寄ってはいるんですけど、タイミングつかめないですね。ああもう無理やり使いますか。ボットレーンにヘラルド召喚しました。確かにインファーナルドレイクのタイミングではありますが、ただやむなしといった使い方ですね。さあすぐにカバーに向かってきているのは無人、死の宣告復興を伸ばした対象はヘラルド。さあスティールエレクトロハープン、さらにはイコライザーでハローを狙っていきますが、ミスティックショットは惜しくも右当たりませんでした。さあただヘラルドのタックルが入ってタープレットゴールドは獲得に成功、デトネーションフォーカスミーです。あーただこのアルティメットは、さあデスティニーゲートトップレンゲ飛んでいくゴールドカードスタン、コグコグに決めた。フースコゲージはたまらず、デトネーションフォーカスミーアリア狙いのアルティメットを生かしたサイドロームが決まっていきます。これでドレイクを明け渡すことにはなりますけど、ドレイクのスタックよりもゴールドを取ってスノーボールしていくことが狙いの構成ですから、フォーカスミーからすると悪くないトレードになってますね。そしてドレイクはネクストドレイクがマウンテンドレイク、マウンテンリフト。さあただこのドレイクを諦めたことでエビにゴールドが集まりますね。あこれ時間をかけたことによって2スタック目のドレイクを明け渡す結果にはなりましたが、まあ、ドラフトから見ても 2v2 で有利を取られるので、はい、この2スタックは仕方ないと考えているでしょうし、ここまでのゲーム展開ではフォーカスミ結果的に見るとこう狙い通りという形にはなりましたね。さあエビはこのタイミングでスライドブレーカー完成まで装備状況進みました。対して V3 スポーツはエースがルーデンテンペスト完成です。さあ はい、まあ、ここからですよね、フォーカスミーは一つサイドレーンのタワーを降りましたから、ノクターンがフリーで動ける状況がまずは作れた。でここからフリーで動けるとアルティメットの恐怖というのがありますからね、パラノイアでどこから仕掛けてくるかわからないという恐怖を V3 全体に与えることができますから、そのプレッシャーを生かしてリフトヘラルド、うん、さらにはタワーへとつなげていくっていうのが狙いになってますね。 V3 スポーツもそのヘラルドは警戒してワードを展開していきます。さらにはレーンの割り当てを変えてテレポートがあるエースをボットレーンへ、ハロ、そしてライナはこのミッドレーンに配置するようです。ただここから難しいのが、はい、やっぱりそのオリアナがサイドレーンに出た時にプレッシャーを作りづらいっていうところなんですけど、あーもうボットレーンにアリア選手が見えた瞬間に触りますか。これいい判断ですね。アリアアルティメットも上がってないですし、サモナーステルもヒールとフラッシュ、これでは寄るのに時間がかかるということで、デトネーションフォーカスミーもこのヘラルドを明け渡す判断になります。 V3 スポーツフリーで獲得。いやこれエース選手のローテーションの判断が良かったですよ。ボットレーンに、まあ、自身が向かってということですか。結構ミッドレーンを早々に引き渡して、はい、ボットレーンに歩いていって、システッドフェイトがボットレーンに来ることを誘ってましたよね。さあ V3 スポーツすぐにこのミッドレーンにヘラルドを召喚していきます。
デトネーションフォーカスミー、パラノイア展開、さらにはイコライザー、足の先行、フックはゲンガー受けている、さらに氷眼烈光スリーマンノックアップ、パラノイアエースに飛びついていった、さあクラッシュアウト、 V3 スポーツ逃げていく、ショックウェイはツーマンノックアップですが、アリアが1キルハロー打ち取った、さらにはタワーした、無人の動きを止めてエビ2キル獲得はデトネーションフォーカスミー。いやローテーションのところで V3 非常に素晴らしかったんですけど、ちょっと焦りましたね。ここのところでミッドに召喚すればミッドのアウトアタックが取れる、そこでローテーションで差をつけようという判断だったんですけど、フォーカスミーのカウンターが綺麗に決まった。さあそのカウンターからミッドのアウタータワーは守りましたね、 V3 スポーツ。さあリプレイ、ここでタワーの体力削れていたので、ここで召喚して無理やりにでも折ろうという判断だったんですが、この時間帯で強いイコレーザーによって分断されたことと、ランタンによる回収から氷河の烈光スリーマンノックアップ、これが決め手になりましたね。結果アリア選手の合流間に合って、エバーフロストのスローもしっかり刺さってましたし、引ききれませんでしたね。いやこれでキルではデトネーションフォーカスに圧倒的な有利を築き上げています。17分になろうかというこの段階でグローバルゴールド差は約3500ゴールドというところ、気づけば狙い通りのゴールド差まで到達してますよね。さらにはこのタイミングでスティールナイトハーベスター完成、かなりダメージも伸びてきますね。これであればドレイクスタック渡してはいるんですけど、はい、V3 スポーツとしてもよっぽど環境が整ってない限りは無理にちょっとドレイク周りに近づくこともできないですし、スタックの差もちょっとイーブンに戻されてしまう展開になりそうですね。 V3 スポーツとしてはどうなんですか、無理でもそのスティールを狙っていくべきなんですか、それとも素直に諦めた方がいいか。諦めた方がいいと思いますね。最低でもちょっとオリアナの2コア、できればアフェリオスの3コアぐらいまで行きたいですからね。さあネクストドレイクはマウンテンドレイク、アップまでは30秒切っています。コグコグがトップレーンに顔を出しました。テレポートはあるタイミング、まあ、無理をして V3 スポーツはミッドレーンのアウトアタは取ったので3つの主導権が取りやすい。ただサイドレーンのところは相変わらずツイステッドフェイトとノクターンに取られるので、グローバルアルティメットで下がられてしまう危険性はありますね。おっとただ V3 スポーツが先にポジションを取ったぞ、マウンテンドレイク前、さらにはラッシュの判断 V3 スポーツ。さあデトネーションフォーカスミーどうする、エビはパラノイア上がっていますがまだトップレーンから降りてきているタイミング、これはラッシュ間に合います。 V3 スポーツがマウンテンドレイク獲得、3スタック目。さあパラノイア展開、そして入っていくジャングル内、ここはカバーをしていたライナに入っていきました。さあそのライナ死の宣告、フックを合わせているが、その間ブルーバフ前ではイコライザーから仕掛けていく、デトネーションフォーカスミー、ムージはワージャンプ距離を取りましたがエースが孤立した。さあそのエースへフォーカスを一気に集めていく、月光の祈りハロー、素晴らしい回収ありますがダメージわずかに足りないか。さらには広告は壁を越えて逃げる判断、ゲームはストップ落ちで耐えています。ユタポンのプレッシャーが凄まじいことになっていました。デトネーションフォーカスミー1キル獲得、ただこれ V3 スポーツからすると悪くないトレードには見えますよね。ドレイクなんといっても取れましたからね、ワンデッドに抑えてますし、はい、被害をこの時間帯での集団戦っていうのはできれば狙いたくなかったのが、まあ、V3 スポーツサイドですから、そこで被害ワンデッドで抑えたというのは大きいと思いますね。こうなるとちょっとデトネーションフォーカスミーとしてはまあ運転ソールのプレッシャーもここからかかってきそうです。次のドレイクでは確実にちょっとポジションを先に取っておかないといけないですね、はい、今回はやっぱりそのミッドのアウトアタワーが折れた分だけ、ミッドのプッシュに時間をかけさせられてしまった。あとはノクターンがトップをプッシュする時間が想定以上にかかりましたからね。タワーダイブを狙っているか、アリア1人近くにブランド、さあメガナ広告、アルティメットはしっかりスタン、テレポートお互い返してきますがシャットダウン獲得、ここがまずは1キル、そしてエースエビが飛んできますがライナー絶望の鎖、エビを手前に寄せた、ただここはうまくストライドブレーカーを使いながら逃げている。さあスティール合流、ただ素晴らしいショックウェーブ、スリーマンノックアップで切り返したエース、仕掛けさせない、デトネーションフォーカスミーの追撃を反撃を許しません。あったらブラストコーンからゲン、そしてゲンがフラッシュインで冬の闘争スローを狙いました、ここはフラッシュアウト、エビにエクゾースを返していくライナー、ただそのライナーが捕まりそうです。パラノイア展開、奥にいるエースへ飛び込んでいきますが、これはダメージが足りるかどうか。さあここが必死に横からダメージを返していく、さあダブルキル、トゥルーショットバラージでなんとかデトネーションフォーカスミー、ユタポンがキルを回収しています。ただエビ、ゲン、ユタポンが囲まれる形、ユタポンは
アーケンシフト、ゲンはエビの方向へと寄っていく、無人が入っていって、そのゲン、そしてエビを取っていきます。さらにはメガナ状態、ここがアルティメット、スタンをアリアに入れています。ここはなんとかゾーニャのスラムゲン、時間を作ることには成功してはいますが、しかしそのタイミング、スティールがダウン、さらにはアリアも落とされた。残るはユタポンだが、しかしここはユタポンダメージを返していって、無人を下がらせています。フォーカスミーとしてもかなり焦ってますね。4キル獲得です、 V3 スポーツ。さらにはテレポートからユタポンのキルを狙っていく。さあ、コクコクピョンピョンでユタポンを見つけた。ストライドブレーカー、スローを入れてシャットダウン。これで5キル獲得は V3 スポーツ。ドレイクも先行されて、無理でも集団戦勝たないとまずいだろうということで強引に仕掛けていったんですが、的確にファイトしきりましたね V3 スポーツ。ライナ選手がこうギリギリまでフォーカスを受けて受けて受け切って、相手にスキルを使わせてからの判定、見事でしたね。さあ、バロン獲得、 V3 e スポーツです。これさあ、リプレイですね。まあ、これはちょっと予想外だったと思いますね。完全にもうリセットタイミングで相手からの仕掛けはないだろうというふうに踏んでいたでしょうからね。ただ、まあ、ここ奥まで仕掛け切ったところを反転できるというところで、もう時間もないですから、フォーカスミからすると焦って仕掛けていくというフラッシュも多くない、仕掛ければ勝てるだろうということだったんですが、んー、どうしようもなかったですね。おっと、さあ、ライナのフックはエビに伸びた。そしてランタンはハロの足元へ、ハロ寄せながら、しかしそのタイミングでエースがイコライザーに狙われている。ショックウェーブ、2番ノックアップ返していきますが、足元のイコライザーのダメージ、スティールが通しきりました。デトネーションフォーカスミー、キャッチ成功。エビ選手はフラッシュを使って生存してますね。この時間帯でのキルはかなり大きいですよ。マウンテンドレイクアップまで40秒とちょっと。さあ、そしてスティール、ただいまのキルが500キル到達というキルになったようです。いや、2017年からジャングラーで500キルということで、まあ、チームのアシスト的なポジションにもなる選手ですが、はい、ここまでのところしっかりキル取ってきましたね。さあ、その500キル、記念すべきキルを取ったこの試合、さらにはユタポンは1000キル。恐ろしいですね、これぶっちぎりの数値だったはずですね。このまさまじい記録を達成した、この記念すべき試合、デトネーションフォーカスミーとしては何としても勝利で終えたいが、ただし現状はかなり苦しくはなってますね。グローバルゴールドは依然デトネーションフォーカスミー有利ではありますが、気になるのはこのアップしているマウンテンドレイクですよね。さあ、 V3 スポーツが獲得となればマウンテンソウルとなるドレイクです。バロンバフもまだ残っている。そのバロンバフが切れるまで50秒ほど、ここをメガナー状態始めていきます。 V3 スポーツ、マウンテンドレイクはどうする。ストライドブレイカーからプレッシャーをかけてくる広告、それに返してパラノイアですが、ラッシュ判断成功。マウンテンソウル獲得は V3 スポーツ。さあ、ただこのタイミングエンゲージ入ってデトネーションを動かずにハロー打ち取ることに成功しています。さらにはスタン、無人の動きを止めている。さらにはその奥でエースを捉えているのはアリアだ。さあ、無人も取り囲んでデトネーションフォーカスミーがここで4キル獲得に成功。ここはもう一気にタワーの獲得狙っていきたいですね。いや、マウンテンドレイク、まあ、マウンテンソル取られたとしても冷静にアフェリオスを捉えさえすればまだオリアナはビルドを整っていないですし、この時間で勝てるだろうという冷静な判断が効きましたね。ブルーチームのタワーが破壊されました。コクコク選手のメガナーも冷静に待って、ドレイクは最悪分け渡してもいいので、とにかくアフィリオスを狙っていこうと。この判断ですよね。裏からアリア選手入ってきて、そこにパラノイア、ショックウェーブのカウンター入ってるんですけど、ダメージ足りてないですよね。いや、このアリアの入り方、これがなければ、まあ、ただこれもやっぱりこのサイドレーンのコントロール、はい、得意な構成を取れているからこその入り方ですから、うん、この動きを徹底していきたい。ただ一方でマウンテンソウルが取られてしまったことによって、まあ、先ほどはうまく倒せはしましたが、耐久力、シールド込み込みで上がってますからね、はい、なおさらちょっと集団戦はしたくないですよね。やはりサイドレーンのキャッチ、1人浮いたところをこうデトネーションフォーカスミーとしてはアルティメット絡めてキル取っていきたいですよね。そうですよね、まあ、やるにしても先ほどのように、はい、直にアフェリオスが狙える立ち位置を取ってからでないと
やはり苦しいですよね、うん、徐々にストップウォッチさらには殺傷の購入というところも完成してきてますし狙いづらくはなってきてますよ。現在の装備状況はハロが2コア殺傷を購入できている、エースはまだちょっと2コアには届いていない。さあそんな状況です。 V3 スポーツのキャリー陣対してデトネーションフォーカスミーはユタポンが2コア完成、アリアも2コア完成、キャリーの装備状況ではデトネーションフォーカスミーが上回っています。まあ、次のバロンとあとはエルダードラゴンですよね。もうここで、かなりこの試合の体勢が喫するということになると思うんですが、バロンアップまでは1分と少々。ただ、まあ、がっつりとした集団戦というのはやはり先ほどからリクルさんも言われている通りデトネーションフォーカスにはできないんですよね。まあ、狙えないですよね。狙うにしてもやっぱりサイドラインのコントロールを作ってからでないと有利な集団戦というのは作れないですからね。おただ AI フルウィルウィンはほぼ五分五分じゃないかと、分からなくなってますよね。本当に先ほどの集団戦の結果によって、うんうん、ゴールド差も起点の4000ゴールド3000ゴールドに戻してますし、またやはりイーブンに戻った、うん、まあ、ですから次のオブジェクト獲得が非常に重要だよと。そうですね、いうことになるわけですが、ここで攻撃を狙いにいったデトネーションフォーカスミーからのヤピョンピョンは使ってはいますが、エヴァフロスト、スネア、そして合わせてイコライザー、シャットダウン獲得はスティール。ここはデトネーションフォーカスミー狙いの一人浮いたコグコグをキャッチすることに成功しました。もうすぐバロンというタイミングでボットに仕掛けていくこの、まあ、過激のうまさ、フォーカスミーの揺さぶりのうまさが出てますね。長いないとフロントラインが一つ消失しているわけですから、キャリーが安心してダメージが出せない、はい、先ほどの集団戦のように直にアフェリオスが狙われてしまう危険性があるということで、やっぱりこう V3 スポーツとしても中堅の立ち位置が取れないですよね。一旦 V3 スポーツはボットのインフィタータワー前に陣取ってウェーブのクリアを行いました。さあここからバロンサイドへと動いてくる。トゥルーショットバラージで一度確認したのがユタポン。ただ国国選手が上がるとまた一気に V3 スポーツが5人固まって何かに対してプレッシャーをかけていく。今現在だと集団戦が起こせるオブジェクトはバロンになってますね、うん、V3 スポーツとして苦しい点を一つ挙げるとするとタワーがどうしても折り切れてないっていうのが気になるんですよね。そのサイドレーンのタワーはまだアウタータワーが2つとも残っている状況なので、はい、集団戦を積極的に、狙っていけるオブジェクトっていうのがバロン、あとはミッドのインヒビタータワーしかないんですよ。なのでフォーカスミも限定して警戒できる。さあ V3 スポーツがバロンラッシュの判断です。現先頭に入っていくのはデトネーションフォーカスミ、エースが横からプレッシャー、広告がプンスコゲージいい状態でさあ前に出ていく、前に出ていく、ユタポンにショックウェーブを入れているのはエース、イコライザーをバロンピット内に敷いていったスティール、コグコグはストップウォッチで時間を作ります。バロンラッシュは成功した。 V3 スポーツここからメガナ状態になっている広告、ライナもストップウォッチで時間を作る、ムージンはフラッシュアウト成功だ、ライナもフラッシュアウト、ノーデッドノーデッド、 V3 スポーツバロン獲得。いやこれノーデッドは非常に大きいですよ。かなり難しい形でしたがよくやりきりました V3 スポーツ。フォーカスミーの狙いはもうバロン明け渡して集団戦、エース選手のヘルスが全くない状況ですから5対4の構図が作れるのでそのままなだれ込めば勝てるだろうという判断だったんですが、ただ V3 スポーツとしてはフラッシュを使って逃げ切りましたね、はい、これでバロンを一方的に取った。ここですよね、もうエース選手のヘルスないですから、ここ選手は耐久力で耐えてる。ただここからバロンピット内逃げ返っていって、いやこれスネッシー生き残るんですね。全員生存です、全員持ち帰りましたよバロンバフ。そしてエルダードラゴンのタイミングだ、バロンがあるのは大きい。ただフラッシュとストップウォッチかなり使いました V3 スポーツ。この集団戦は難しいですね、通常通りいかないでしょうね。復興のバスがこれは当たらない。フォーカスミーはサマナスペルの差があります。ここでエブダードラゴン取れないと相当苦しいでしょうね。さあコグコグはプンスコゲージが満タン、メガナーになります。このタイミングはプレッシャーをかけに行くか、エブダードラゴン前でお互い睨み合う形継続。アリアはボットレーンに姿を出してウェーブのプッシュを行っています。
トップのウェーブもフォーカスミーは非常にいいので、ちょっと時間をかけるような動きも見せてますね。あ、そしてデトネーションフォーカスミーがこのタイミングで触り始めた。エースを再び寄せていくのは V3 e スポーツですが、いやこれミッドのウェーブどうするか悩んでる。ミッドのウェーブに手をつけて集団戦当たら、はい、出しさせようという動きですね。いやただパラドンヤこのタイミング狙っていった。デトネーションフォーカスミー前線にゲート先回りしていくのはアリア。エビが突っ込んでいった。狙いはハロー、打ち取ったアリアのダメージ。ハローが倒されている。キャリーがいないな V3 e スポーツ。さあここからユタポンがアーケンシフトをうまく駆使しながらダメージを出していく。ムージンはアリアを打ち取ることには成功していますが、そしてユタポンに飛び込んでいくな。ムージンショックウェーブで、ムージンがショックウェーブをつけた。ムージンのダメージによって打ち取った、ユタポン打ち取った。さあ多分そのムージンが取り囲まれる。横からエースがダメージを返しているぞ。さあこのムージンが狙われるが、狙われるが、耐える耐える。なんてことだ、エースクワドラキル。いや今のリーシンのサスティン、わけがわからない。ゴアドリンカと自前のダブルのサスティンで、あれだけのミルのヘルスから耐え切りましたが、耐え切ってしまいました無人。いやこれどうだ、ただアリアの復活までは10秒ないですから、ここは諦めますね。ゲームエンドはいけませんでしたが、ただあの絶望的な状況からエルダドラゴン阻止しましたし、いやエースもよくポジション取り直しましたね。いや本当に素晴らしいですね。ここでエース選手がミッドレーンに浮く姿を映すことによって、もう集団戦を強制させた。この瞬間にラッシュをするのではなく、もうフォーカスミーは4対5の形を狙ったわけですね。これでアフィロスを一方的に落とすことには成功したんですけど、あった。さあ集団戦 V3 スポーツ、アリアを狙うがゴールドカード、死の宣告くは当たりません。手前のステップを読みましたね。はい、さあエルダードラゴンはまだどちらの手にも渡っていない。デトネーションフォーカスミーはこのエルダードラゴンはしっかり取りたいということで、アリアも寄せながら再びこの集団戦を見ていきそうです。ただ今回は先にポジション取れてるのは V3 スポーツです、はい、ミッドのスーパーミニオンが湧いているのも V3 スポーツ。睨み合いを行えば V3 スポーツはまあミッドレーン勝手にプッシュしてきますね。いやエルダードラゴンラッシュの判断だ。 V3 e スポーツのこの選択止めに行きたいデトネーションフォーカスミーでありますが、パラノイア展開していく。さあただこのタイミングメガナ状態、そこに合わせショックウェーブ、さらにはメガナアルティメット2の3、後ろに回り込んだアリア、スタンから合わせてエビが1キル獲得には成功していますが、その間にダブルキルはエース。さあアリア懸命に逃げますが、強小無人しっかりと当てて共鳴撃からの追撃だ。ドラゴンの神髄、ダブルキルは無人。ここに来てもリーシンが大活躍ですね。さあ V3 スポーツ4人生き残っています。残るデトネーションフォーカスミーのプレイヤーはユタポンのみ。これはもう一気にゲームエンド狙いますね。スーパーミニオンとともに4名で V3 スポーツがネクサスタワーへと進行していきます。さあ1本目、そして2本目だ。LJL2021 サマー大波乱の幕開けです。 V3 スポーツがネクサス破壊勝利ということになりました。いや最後のエルダードラゴンの攻防も見事でしたね。本当に序盤かなりトップレーンの刻々選手がやられてしまって、集団戦までのゴールドさんの状況っていうところでどのようにゲーム時間伸ばしていくかなっていう懸念があったんですけど、3つ目のドレイクすぐさまラッシュして取った判断が効きましたね、はい、あれで一気に状況動いたと思います。フォーカスミーとしても焦らざるを得なくなった。そして相手の得意な集団戦に自ら付き合ってしまうような展開になってしまいましたね。ただここエース選手のショックウェーブが良かったんですよ。そうですね、このコグコグにまずボールをつけてから始まった集団戦でしたね。まあ、広告選手がこれ時間稼いで、さらにはショックウェーブでランブルが全くドラゴンピット内に近づけてないんですよね。これでスティールの危険性全くなくなってましたからね。毎回こう狙い通りアフェルスは落とすんですけど、ただ想定外だったのはこのムジン選手のリーシンが強すぎましたね。直前の集団戦でも本当に2回ともサスティンで、かなり苦しい状況を繰り返してますし、はい、いやこれはちょっともう無人選手恐ろしい活躍でしたね。なんていうか V3 スポーツその判断が、まあ、その3体目のドレイクの判断の速さもそうでしたけど、
確かその前にリフトヘラルドもこう落勝する判断、まあ、そこからこうなんていうかそのV3スポーツは相手のちょっとそのローテーションの遅れたところっていうのを的確についていくような形での勝利でしたよね。良かったですよね本当に。その相手に一方的に強い時間帯を、はい、有利に運ばせない、自分たちが不利な時間帯でもちょっとでもプレッシャーをかけて時間を伸ばしていく技だったり、はい、なんなら相手が仕掛けてこないならもうラッシュして取り切ってしまう、少しその無理をしすぎてしまってちょっとカウンターでキルを取られてしまうシーンもありましたけど、こうミッドのアウトアタワー破壊したことによってドレイクにつながったりだとか、まあ、かなり恩恵もあったので、はい、V3 スポーツの全体的にこう強気な姿勢っていうのがこの試合勝利に導いた大きな要因だと思いますね。いや、そしてこの結果で LGL2001 サマー、いや、すごいことになりましたね。いや、本当ですよ。まさかフォーカスミーが2連敗スタート、はい、本当に珍しいですよね、うん、ずっとシーズン1、2独走してきたチームでもありますから、これはちょっと誰も予想できないというか、うん、まあ、我々全員予想外したんですけど、はい、まあまあそれがねはい、まあ、裏付けているんですけれども、それだけ予想外だった、うん、いや、ただそれをこう、まあ、なんていうか、もう勝ってうなずけるような内容を V3 スポーツ見せましたよね。見せましたよね、うん、しっかりとそのトップレーンのところは耐えて、はい、ボトルレーンの 2V2 でできた有利っていうのをオブジェクトにつなげていく、いやー、本当に強気な姿勢がいきましたね。さあ、ただまあちょっとこうなるとデトネーションフォーカスミーとしては、まあ、ここから立て直していかないといけないなということになるわけですが、うん、まあ、ちょっと試しているような雰囲気もちらほら見えはしましたけど、まあ、ウィーク2になってそのアリア選手がサポーティブなチャンピオン、はい、ユーティリティ系のチャンピオンを取ったときにゲーム全体をスノーボールしていくきっかけをどう作るのかっていうところにちょっと注目して見ていきたいですね。まあ、今回のこの2試合というのは、まあ、アリア選手に対してこうキャリー系ハードキャリー系のチャンピオンを持たせるのではなくてっていうような選択が2戦続いたわけですからね。そうですね、単純に勝つだけであれば、うん、まあ、A 選手とアリア選手、はい、直近の対決戦績が非常にいいので、まあ、キャリー系チャンピオン、アサシン系のチャンピオンなんかを持たせてゲーム全体を破壊していくような動きっていうのも想定できただけに、やっぱりこうフォーカスミーとしては新たな戦力の幅を増やしているんだなっていうところも伺いましたよね、うん。さあ、それでは勝利した V3 スポーツの無人選手へのヒーローインタビューがございます。下月さん、お願いいたします。はい、こちらには V3 スポーツから無人選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは初戦、強敵の DFM に見事勝利を収めましたが、試合を終えていかがですか？첫번째경기그 DFM 그3대で승리하셔가지고지금소감어떻게되세요？솔직히이길거라고예상은못했는데저희팀원들이다같이다섯명에서잘해서이긴것같아서되게기분은좋아요。네、まあ、正直勝てるという予想はしていなかったんですけれども、5人チームみんなで力を合わせて獲得できて気分もすごくいいです。なるほど。私たちもこう最後までどちらが勝つかわからないような本当に緊張感のある一戦だったんですけれども、試合中チームの雰囲気や様子はいかがでしたか？저희도 보면서 그 끝까지 어느 쪽이 이길 건지 그 잘 모르겠는 그런 느낌이었는데 팀 분위기는 어땠어요？ 일단 처음에 게임 하는 중간에 이제 킬은 많이 밀렸잖아요。 이제 오브젝트 챙기면서 이거 우리 이길 수 있으니까 천천히 하자 우리 이길 수 있다 이렇게 하면서 되게 좋게 게임 했던 것 같아요。 最初は게임을 しながらですね、ちょっとキル取られたりしてましたよね。なんですけれども、オブジェクトの方で結構こちらが有利を持っていたので、ゆっくりやれば勝てるっていう感じで、いい感じでプレイしました。結構落ち着いてみんなでプレイができたという感じですね。ありがとうございます。それでは勝ディオンさん、お願いいたします。まず先ほど、まあ、勝てると思ってなかったという話もあったんですが、それ関係するのかわからないんですけれども、こうどちらかというと今回のドラフトがその今のフレックスを使ったこう新しいような構成ではなくて、もともと V3 が、春もやっていた、まあ、スタンダードなちょっと古めの、構成をしてたんです。これは何か理由っていうのはあったんでしょうか？半分그말씀하신것중에그이길수있다고예상하지못했다는얘기도있었는데거기랑관련이있을수도있는데요그뱀픽중에서그뭔가그새로운요즘유행하는그플렉스그런것보다는그 V3 가봄시즌때도했었던약간기본적인조합을꺼냈었었는데그거는뭔가이유가있네요。
일단처음에리신을원래미드탑정글이제플렉스를하려고처음에생각했는데이제리신딱뽑고나서아이거정글로써도괜찮겠다해서이거그냥확실하게정글로하고그냥달라인해서카운터치자하면서그냥자신감때문에저희가그냥좀저희팀조합색깔맞춰서그냥뽑았던것같아요기본적인조합으로네最初はですね、本当にリーシーンをフレックスピックとして使う予定だったんですよね。でミッドとかで使ったりしよっかみたいな話もあったんですけれども、構成見て、あ、これジャングルで使えるんじゃないかっていうことで、ここはもう確実にジャングルとして使うことにしてカウンターをしようという、話をしました。で、まあ、自信もいろいろあったので、チームの色に合わせて、とかは、ベーシックな構成を、という形になりました。なるほど、準備はしていたけれども、今回ベーシックに行こうということだったんですね。その中でこう、どうですか、ジャングル、今お話もあったように、いろんな今、チャンピオンが使える、環境になっていると思いますが、結構やっぱアグレッシブに戦えるチャンピオンが多いだけに、無実に合ってるのかなとも思うんですが、現環境どうでしょう。지금정글그메타가바뀌면서좀여러가지챔프를쓸수있는환경이마련된것같아요그래가지고그중에도그공격적인픽을많이꺼낼수있다고생각하는데그런면에서는그부진선수하고는잘맞는메타라고생각하고있는데요그거는어떻게생각하세요저도공격적인챔피언을되게좋아하는성향이고솔직히이게대회에서는자주는안했는데이제스크림할때는이제혼자자꾸들어가다가죽는경우가좀많았었어요네僕としてもアグレッシブにプレイできるのはすごく好きな方ですね。で、大会ではあまりないんですけれども、スクリームとかだと、一人でこうちょっと入っていって死んでしまうっていうような、出てしまうっていうことも結構あります。なるほど、なるほど。アグレッシブ好きな方と。そんな中で、今日のゲームでやはりこう一番印象深かったのが、ヒルダをかけた戦いでのムイ選手のスーパープレイ、最後まで生き残ったところだと思うんですが、そこ、最後、A 選手と話しながら戦ってたかなと思うんですが、そこはどんな会話をしてたんでしょう。그러면은요、그、어느경기중에서가장印象깊었던게、역시、그、고른그런싸움이었던것같은데요。그、그때、그、슈퍼플레이가나오면서、좀되게좋은플레이를하셨는데요그때 A 선수와의그대화를하시면서뭔가그게임을풀어나갔을것으로예상하는데요그때어떤얘기를처음에이제한타시작할때는제가일단혼자들어가서그냥포커싱최대한하면서하다가이제중간에저랑 A 스랑만남았을때는딱이제제가 A 스한테제발도와달라고살려달라고하면서그냥되게다급하게했던것같아요まあ、最初集団戦をやった時は、まあ、ちょっと一人入っていって、ちょっとフォーカスを狙うっていう感じのことをやってたんですけども、その後エース選手と二人で残った時に、まあ、助けてくれという形で、プレーしていた記憶があります。なるほど、二人の力で最後まで勝ち切ったということだったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に次の試合に向けての意気込みをお願いいたします。競技에대한각오아이제앞으로이제한경기더하고나면이제좀쉴수있는데이번경기도잘마무리하고네좋은모습보여드리도록하겠습니다네맞습니다この次の試合が あと1試合あってそれが終わったらまあ休めるというふうになると思うんですけれどもいいところを見せたいありがとうございます次の試合も頑張ってください V3 スポーツから無人選手のインタビューでしたそれではアナリストデスクへお返しいたしますはい、メアちゃんありがとうございます。さあ、ゲーム3では V3 e スポーツが勝利いたしましたということで、シーズン初めから大波乱ということですが、このゲーム3ブレイクダウン確認してまいりましょう。はい、さあ、このようになりましたが、レボールさんいかがでしょうか。いやー、まあやっぱりその春の王者、そして MSI でもいいかという声をデトネーションフォーカスミーが、うん、そのゴールドグラフのところで2回山作ってるっていうのはやっぱり。なんか、まあ、うまくいってないんだなっていうのが一つ表れてるかなと思いますね基本的にこうスムーズにこう右肩上がりに行くのがデトネーションフォーカスミーとしてはやりたいことだったはずなんですけども要所要所で負けてしまっているというところが、まあ、うまくいってないのかなというのが一つゴールドグラフに表れてるなと思いますね確かに乗り切れてないですもんねこのグラフ自体が ね全く波に乗れてないのがまあ明らかかなと思いますねあいずさんはいかがでしょうか
そうですね、まあ、V3 スポーツかなり難しい構成を多分組んだというか、はい、今のメタとは全くかけ離れてインタビューでもあった通りなんかオーソドックスで、はい、ゆっくり試合展開をやって自分たちのパワースパイクで戦おうみたいな、多分そのパワースパイクが迎えた瞬間に山がちょっとデテネーションカスミの山が下がってる、はい、後半なんかは特にそういう形だと思うんですけど、はいはいはい、もうなんか純粋に何だろう、振り返りの印象としてはムージン選手本当よくやりましたねっていう最後の集団戦からもそうですけど、この試合はドラゴンを取っていったムージン選手が本当にこれ取れないですからね、普通この構成だと取れないんで本当にすごかったなと思いますね。なるほど、これデトネーションフォーカスミーとしてはこんなにベーシックに来ると思ってなかったってことですか。なんかそういう印象もなんか僕は感じますけどね。そうですね、まあ、メタの最先端のピックではない、はい、特にトップレーンのナーのピックといったところは、まあ、ほとんど予想はしてなかったんですけど、まあ、それでも有利は作ってましたから、うん、どうでしょう、やっぱりちょっと、まあ、まだ時間が足りないのかなという感じはしますね。一方で V3 の方はよく準備できていると。なるほど、今ドラフトがちょうど出てますけど、はい、一般的にはノクターンがトップレーンからミッドレーンに行くんです、はい、まあ、ジャングラーに行くこともあるんですけど、まあ、どこに行くにしてもそこにリーシンを合わせるっていうのが今世界的なメタですごく多いことなんですよ、はい、もう2人でレーンでその殴り合いをやっといてくれっていう放置するっていうのがよく多いんですけど、そこでサードピックでナーを取ったっていうのが本当にもう一気になんか V3 のパワーが序盤落ちる、はい、チャンピオンを取ったのでかなり苦しいんじゃないかなと思ったんですね。さらにセカンドピックのところでアフェリオスとオリアナを取ってまた序盤パワーがないで、一方デトネーションカスミは序盤にパワーのあるチャンピオン上サンタを抑えたので、普通にスノーボールすればこれはドラフト的にはデトネーションカスミが勝つ、あ、まあドラフトを組んだんだけどな、 V3 強かったなというなんか複雑な気持ちです今、はい、ナーの話だけにナーですごいかけてきましたねだけどナーナーって、はい、僕1点気になるのが、はい、ブラウムじゃなかったんじゃないかなってのがあるんです、ね、ノーチラスにしてればまたちょっと違った展開になってたのかなというのは、まあ、この後ちょっと動画でも振り返るんですけど、はい、というのはちょっと気になりましたね。レオナ・バーンしたのがいい、そうですね、レオナ・バーンしたのが良かったですけど、ただアリスター・バーンでノーチラスは空いてたので選択肢としてはあったのかな、もしくはラカンという選択もあったというところで、ちょっとせっかくゲン選手ですし、もちろんゲン選手は何やってもうまいんですけど、はい、ちょっと攻撃的なピックをボットで組んでもよかったのかなという感じがしましたね。なるほど、さあ他気になる点ありますでしょうか。僕の方からやっぱドラゴンがその大事だっていう話があって、はい、デトネーションオーカスミーが1から4まで全てドラゴンを失ったんですよ、はい、で一番ターニングポイントになったのがこの3つ目のドラゴン、はい、あの V3 ソースはやっぱりドラゴンを取れば満点ソウルがリーチになるので欲しいということで今準備をしてるんですよね、はい、ただちょっ と止めてみてみると、あ、今ちょうどエズリアルがちょっと消えたんですけど、はい、あのエズリアルのマナがないことを今 V3 スポーツは視界で得ていたんですよ。これリコールは見えてないんですけど、はい、戦えるマナがないことを V3 は分かっていて、でかつ直前までトップレーンがノクターンはかなり押し込んでいる、はい、ということはいても2人か3人なんですよ、ここにテレポートが使わない限り。ついセットフェイトもミッドにいましたから、まあ、ファイトができないだろうと判断してラッシュして、で案の定ドラゴンが取れる。デトネーションオーカスミはこの後ファイトを狙うんですけど間に合ってないんですよね、全てにおいて陣形も届かない位置、エズリアルがまだファイトに参加できない。これはなんかチームとしてそのエズリアルのなんでリコールしたかってマナがもちろんなかったんですけど、あの2コア目の村マナが完成するタイミングでディバインサンダラと村マナの2つのアイテムが完成した時のエズリアルのパワーって本当に強力なんですよ、はいはい、なのでそこ急いだんですけど、で急ぐのは分かるんだけど、であればドラゴンもしその3つ目って重要な場面なので取るんであればトップレーンからカバー来てもらって時間を稼ぐだとか、そういうのすごく大事でしたし、あとちょっと動画にはしなかったんですけど、はい、この戦い方をするんなら2つ目のリフトヘラルドもデトネーションカスミは抑えないとちょっと苦しい戦い方っていうのを続けていくことになるんじゃないかなと思ってますね。なるほど、今のシーンでいうとレボルさんいかがですか。そうですね、やはりその、まあ、マナがエデリアルなくなっている状況でリコールしなきゃ装備が整わないのであれば、そこをチームでカバーすべきというところで、そのトップのノクターンセカンドタワーに対してプレッシャーかけるんじゃなくてミッドレに合流してプレッシャーを与えて、いやそのエズリアル そのリコールを隠しながら、いや俺たちまだエズリアル後ろにいるけどみたいな圧力をかけてドラゴン触らせないっていう動きができるはずなんですよね、はい、ただその選択を取ってないところを見るとなんかまだちょっと歯車が噛み合ってないのかなという感じはしましたね。なるほど、
さあ他気になるところレポロさんありました。そうですね、僕先ほどそのブラウムじゃなかったんじゃないか、ノーチアスの方が良かったんじゃないかというのが、まあ、ちょっと次 の動画のところで現れるんですけど、はい、まあ、ここで、まあ、このシーンでリーシンが育つんですけど、仕掛けるとここで、まあ、V3 スポーツとしては人数のアドバンテージ作ったミニウェーブ、ダイブウェーブ作ってそこを生かす動きは本当に素晴らしかったと思いますね。ただここでちょっと静止が前に出過ぎてしまって、はい、オリアナルティメントもなくなってしまって、うん、で引くしかないというところで苦しくなるというところなんですけど、ここでゲン選手が、まあ、先頭走るわけですよね、はい、だから敵を捕まえる能力が低いんですよ、うん、あノーチアスであれば9位アルティメットがあるのでここでさらに捕まえてという動きができるんですけど、さらには状況的にも相手のトップのファーストを破壊してはいるんですけど、はい、奥の視界を取ってないので、ここでアフェリオスとリーシンが寄ってることをチーム全体で共有できてない。かなりこう無理めな攻めになってるし、攻めもこう、ブラウムの影響でちょっと緩くなってしまってるし、奥深くまで入ってしまって反撃を食らってしまってるしというところで、2つのポイントでちょっとレジェンションフォーカスミーとしては、まあ、非常によろしくない深追いをしてしまった。でなおかつ本来ジャングラーであまり装備が取らないはずのリーシンにキルが集まってしまったことによって、2つ目のステラクの固定アイテムの完成が早まってしまったと。ここで本当にリーシンにキルが集まったというのは V3 にとってとても大きなことだったですし、一方でフォーカスミーとしてもちょっと、うん、ズレというか、なんか曖昧なプレーになってしまったなという感じがしましたね。デトネーションカスミの構成って、はい、待つ側が強いんですよ、はいはい、待ってる方が実は強くて、こう攻めた際に強そうに見えるんですよね。ノクターン、はい、TF でランブル、これ攻めたら強そうに見えるんですけど、はい、これキャッチするとき1人2人を捕まえるときは攻めたら確かに強いんですよ。ただそこにこれが農地とかが組み合うと全体的にチームファイトで前のめりにいける、はい、ただそれがブラウムなので、あの相手をこうおびき寄せるっていうんですかね。待ってる時が相手の後ろにあの退路にニコライザーを敷いて相手が前に出てきてもブラウンで守るよっていうことができたので、そのためにはやっぱりマップの主導権 TF ノクターンでマップの主導権を取るか、オブジェクトですよね、ドラゴンやバロンの前にポジションを取るか、その2つをしないとちょっと構成的には弱いんですよね。それができなかったですね。 V3 が本当にすごくうまく戦いましたね。最初の話につながってくるんですね。ドラフトからちょっと失敗してたという、まあ、もちろんブラウムいても勝てる方法はもちろんあるんですけど、はいはい、その方法を取れなかったというところでちょっと噛み合ってない、ドラフトとインゲームのプレーが噛み合ってないですし、はいはいはい、あとはドラゴン取るための動きみたいなところも噛み合ってないしというところで、なんかこう本当に歯車の噛み合ってなさというのがちょっと今日の FM はかなり印象に残るなという感じですね。なるほど、これウィーク2までに修正できるかというところですよね。まあただファンからするとしてもらわないとそうですねというところだと思います。王者ですからね、期待している方多いと思いますからね。うん、さあここどうなるか気になるところでございます。さあ続きましてはゲーム4アクシズ VS V3 e スポーツとなりますが、一度インターバルとさせていただきます。失礼します。あるか、いや通常だとスティール選手は冒頭のキャンプを勝っているタイミングですからね。ただワードには映ってない。いやーウェーブを押し込んだエビ、合わせてスティールが後ろから姿を出していく。広告どうするか、判断は囲まれるスピットファイヤー焼いていく。それこれはそのままファーストブラッド、スティール取っていきます。はい、でボットレーンに歩いていって、シーセットフェイトがボットレーンに来ることを誘ってましたよね。さあ V3 スポーツすぐにこのミッドレーンにヘラルドを召喚していきます。デトネーションフォーカスミー、パラノイア展開、さらにはイコライザー、地の先行、フックはゲンが受けている。さらに氷河烈光スリーマンノックアップ、パラノイアエースに飛びついていった。さあクラッシュアウト、 V3 スポーツ逃げていく。ショックウェイはツーマンノックアップですが、アリアが1キロハローを打ち取った。さらにはタワーした無人の動きを止めてエビ2キル獲得はデトネーションフォーカスミー。アートのプラストコーンからゲン、そしてゲンがフラッシュインで冬の闘争スローを狙いました。ここはフラッシュアウト、エビに行くぞと返していくライナー、ただそのライナーが捕まりそうです。パラノイア展開、奥にいるエースへ飛び込んでいきますが、これはダメージが足りるかどうか。さあここが必死に横からダメージを返していく。さあダブルキル、トゥルーショットバラージで、なんとかここはデトネーションフォーカスにユタポンがキルを回収しています。ただエビ、ゲン、ユタポンが囲まれる形。ユタポンはアーケンシフト、ゲンはエビの方向へと寄っていく。無人が入っていって、そのゲン、そしてエビを取っていきます。さらにはメガナ状態、ここがアルティメット、スタンをア
リアに入れています。ここはなんとかゾーネを貫け時間を作ることには成功してはいますが、しかしそのタイミングスティールがダウン、さらにはアリアも落とされた。 Cスポーツマウンテントレイクはどうする。ソライドブレイカーからプレッシャーをかけていく広告、それに返してパラノイアですが、ラッシュ判断成功、マウンテンソウル獲得は V3 スポーツ。さあただこのタイミングエンゲージ入ってデトネーションを動かずにハロー打ち取ることに成功しています。さらにはスタン無人の動きを止めている。さらにはその奥でエースを捉えているのはアリアだ。さあ無人も取り囲んでデトネーションフォーカスミーがここで4キル獲得に成功。デトネーション当たら、はい、ラッシュさせようという動きですね。いやただパラドンやこのタイミング狙っていった。デトネーションフォーカスミー前線にゲート先回りしていくのはアリア。エビが突っ込んでいった。狙いはハロー、打ち取ったアリアのダメージ、ハローが倒されている。キャリーがいないな V3 スポーツ。さあここからユタポンがアーケンシフトをうまく駆使しながらダメージを出していく。ムージンはアリアを打ち取ることには成功していますが、そしてユタポンに飛び込んでいくな。ムージンショックウェーブで、ムージンがショックウェーブをつけた。ムージンのダメージによって打ち取った、ユタポン打ち取った。さあ多分その無人が取り込まれる。横からエースがダメージを返しているぞ。さあこの無人が狙われるが狙われるが、耐える耐える、なんてことだ。エースクワドラキル、いやエルダードラゴンラッシュの判断だ。 V3 e スポーツのこの選択止めに行きたいデトネーションフォーカスミーでありますが、パラノイア展開していく。さあただこのタイミングメガナ状態、そこに合わせショックウェーブ、さらにはメガナアルティメット2番さん後ろに回り込んだ。アリアスタンから合わせてエビが1キル獲得には成功していますが、その間にダブルキルはエース。さあアリア懸命に逃げますが、強小無人しっかりと当てて共鳴撃からの追撃だ。ドラゴンの神髄ダブルキルは無人、スーパーミニオンとともに4名で V3 スポーツがネクサスタワーへと進行していきます。さあ1本目、そして2本目だ。 LJL2021 サマー大波乱の幕開けです。 V3 スポーツがネクサスタワー破壊勝利ということになりました。